さあ始まりました、ウイチの江戸川ナイス。さあ始まりました、江戸川ナイスでございます、はい、本日は何でしたでしょうか。第19回日本財団会長杯優勝戦となっております、はい、前半私がちょっとね、大阪から向かう新幹線がトラブルによりまして、僕のトラブルによりまして遅れるというねスタート難がありましたが、はい、後半は普通に挑むことになります、はい。現在収支の方私500円浮きでございます。もう浮いてる、浮いてる、素晴らしい。収録上は当たってないです。僕はちょいプラだと思います。番組収支がプラス、プラスです。はい、わかりました、はい。とりあえず今日はね優勝戦に桑原君も乗るということで、はい、まあ、注目したい、いろいろありますけれども今回も頑張って、はい、プラスを目指したいと思います、はい。はい、後半戦最初の第9レース、僕の予想はこちらです。ババン、本命視されていました5号艇の福来選手が負傷欠場ということで、5艇での争いとなります、その中でも僕が注目したのは2号艇の佐紀選手。前半レース良かったし、まあ、江戸川校舎また今ね差しがバンバン決まっているっていう状況なので、ここはやっぱり、まあ、ベテランの域に入ってきた江戸川得意の佐紀選手スタート行って、差し、もしくはスタート展示だけ見ると1号艇の武藤選手がスタート遅れてたんで、もしかしたら、まあ、直まくりまであるかもしれない、まあ、待って差しでもよしということで2号艇の佐紀選手のさばきに注目しました。堤選手だけバッサリ行ってしまいました、はい。というわけでこちらの6点で勝負したいと思います。まあ、辻は全く同じやりましたね、松井取りましたねレース後にもできるように、はい、行きましょう。よしよし、21 22って何、24 21 24 26、全完璧です。500円で買います、はい。今日はちょっとね2頭がすごいんですよ。1レース345、2レース134ときまして、3レースも134、あれごめんなさい言い方を変えます、頭が1か2なんですよ。1レース345、2レース134、3レース134、4レース246、5レース231、6レース216、7レース123、8レース214ということで、ところが、インコースが B1 の武藤選手ということで、さすがに武藤選手ちょっと展示も非常に遅れていた感じありまして、まあ、スタート全く見えてないだろうなと。で風ももう強くなったり弱くなったりしてるんで、B2 の武藤選手が合わせるのはフライング1本持ってる状況では非常に難しいだろうと考えましての、21。それから中北選手が4コースから走るんですが、中北選手1走目も非常に良かったのを見ると2着には来るかもしれないな。あとは6号艇の吉川選手が6コースからちょっと良さげだぞと、2着3着っていうのが2回ありますので6コースから、それを考えると2006はありなんじゃないかというところですね。まあ、結局ここはまあダブル被るところがありますけども、これで買ってみようかと思います。後半戦最初のイージーレースが来ました。これは簡単です。ここまで差しが結構決まっているので、その流れでここも差し1本、佐紀選手江戸川校舎の差し1本です。21と24前、これ買いました。でこれの一番人気が246で8点何倍まで今落ちておりますが、もう一個のね
206、こっちでまあ246もカバーしているということで、どう来ても多分プラスにはなるんじゃないかという感じにはなっております。言った通り212424で、一応21616だけを買いました。多分上だから2がいかなかったらアウトです。もう大丈夫です。ニ頭しか持ってないです。ニ頭でしょ。全員そうだ。久々に3人当たりました、ね。当たるね。狙ってください。ここは2でしょう。松爺もニ頭。みんなに。それは心強いね。心強い。でも今日松爺外してるでしょ。2本 ?2 本取ってんの。それでも2本ですからね。生意気だよ。本当は。23だけ上で。よし、できた。あー、できた。ダメ、3はあかん。3はあかん。1、何言ってんの。それはね、3がやばい。21なんじゃないこれ。3がやばい。ほら、3になっちゃうよ。あー、てか3、え、あれは黙ってない。2出てるだろ。中木田、中木田、なんとかしてくれ。よし、中木田伸びてる。24なれ、24なれ。よし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 。あ、外行くんだ。あえて買わなかったところよ。いや、全然24あるでしょ。まだあるよ。中木田頑張れ、中木田頑張れ。いや、力まくりだったら買わなきゃいけんか。そうです。それはあえて買わなかったんです。無理かー。普通だったな。しまった。石がいらないんだ。普通だよ、取れたよな。石がいらないよ。なんで持ってないから兄さん。普通だよ。サービスレースだと思ったのにな。3番手、4号艇の中木田で方面と折り返していまして、体勢変わらず、2番、3番、4番で、間もなくゴールです。先頭2番の先ゴールイン、3番、先ゴールイン、4番、中木田ゴールイン、6番の吉川。まあ、全員外れでしたね。2から勝って全員外れてやばいですね。スタートしていきました。2コースから2号艇の先が好スタート。5コース、6号艇の吉川も覗いています。一周一マーク、まくっていく2号艇の先、差しは3号艇の包みでバックストレッチへと抜け出しています。うわ、これは取っとかなきゃダメだよ。位置がな、展示通りにへこむとは思わない。展示で2号艇の佐藤選手がドカへこみしていたのが気になりまして、あのままのスリットになるとインコース萩原選手がまあ普通に回っても膨らんでしまうだろうと、膨らんだところに、ドカへこみしている佐藤選手のところを、まあ、山田選手がね、3号艇の綺麗にまくり出す感じで3-1になるんじゃないか。ただ、2号艇の佐藤選手、節間の成績いいのでスタートがきっちり合えば 2-1 になるだろうなというところで、まあ、2-1 か 3-1 で、へこんだ場合に山田選手がきれいにまくっていった場合にはついていっての 3-4 があるんじゃないかというところで、この、12点いきたいと思います。はい、第10レース、僕の予想はこちらです。
まず最初に213231、そして312321ですね。つまり頭の1がないパターンの123ボックスだと思ってもらえれば、はい。そしてですね、足が良さそうな野村選手を3着に絡めた123125っていうこのパターンを買いたいと思います。こちら5が来てくれれば結構組み合わせによってはつくので、そこに期待したいです。はい、23前34前で、お守りで236前、これも5着ついた時2周回だからワンチャンあるよ。まあ200円ですお守りだから。でも全満州なんでこれでいきたいと思います。この人今ね、なんか食べたり飲んだりしたくないですかって言って、お昼ご飯行ったばっかなのにまだ食べたいのかって言ったら、いやそろそろ甘いものとか食べたいかなと思ってって言われたから、ああそうだな、じゃあたい焼きとか大判焼きとか売ってたっけって言ったら、わかりました、じゃあお前が食べたいんだろ。まあまあちょっと甘いものが糖分が、糖分大事ですよ。じゃあ金くださいってことなんだ。そうそうそう、わかりました。さあなんと今日はハイネケン200円で売ってるんです。200円、ハイネケンが。ハイネケンって、まあ、瓶のイメージもありますけど、ね、しまして、あやっぱそうなんだ。銀色だったんですけど今年は緑色になってます。お前お酒飲めんだろ普通に。まあ飲めます。いいんですか収録中ですよしょうがないよ、はい、じゃあせっかくだからぜひスクラッチくじも。あ、いいんですか。やるんだくじ。これは何が当たるんですか。これは、はい、ハイネケンタオル。おお、うわ当たります。これで当てろよお前。はい、いやそんな削り方ないだろ、ここで1。いきます。あ、ほらなんかキリマーク、キリンのマーク出た。え、外れでございます。これで外れなんですか。あ、 A って書いてるんですよ当たりは。めちゃめちゃキリンのロゴ出てきたから当たったと思って。もともと銀がキリンだったじゃん。あ、完全にキリンじゃねえか。でもそしてもほらこんな赤いの出てきたらちょっとおってなるじゃないですか。外れは外れで結構です。うまいこと言いますね。あらだした、いただきます。あー美味しい。ちょっとお使いもあるんだから頼むよ。あ、甘いもの。あ、何します。甘いもの。甘いもの、うん、ざっくりですね。じゃあごまあんまんを。はい、ありがとうございます。こっちが、あ、美味しそうですね。ありがとうございます。甘いものがこれしかなくて、ごまのあんまんです。露骨に嫌な顔しましたね。でもすごい大人気商品です。前より美味しくなったって言ってました。あ、ほら美味しそうでしょ。こしあん、ごま、いただきます。どうですか。うまい。僕はポピュラーに肉まんです。え、ほらちょっと待って、なんかジューシー。いや、ちょっと待ちね。ご飯に行ったばっかりだからお腹は減ってないよなっていう話をしたら、でもちょっと甘いものとか欲しくないですかって言って買いに行ったんだよ、ね、一緒ってのもちょっと芸がないなと思って。やっぱ肉まんとか好きなんで。宣伝的なね。そうですそうです。あ、ならいいですね。そうです。でビールにも合うし、買いあげます。もうもうもちもち、肉がしっかりしてます。234は言った通りですね。で、2636って書いてあるね、俺ね。やめて、2と3が喧嘩して飛んでったことを考えたら、141516が出てくるわけですよ、目が。で、14だとちょっと薄いなと思ったから、お守りで1516を買いました。全満州だったんで。お守りだからね、外れてもともとです。こっちです、本線は。で、2636来たらもう俺、もうダイブするよ。江戸川に。俺泳げないからね。はい、僕の勝手の件はこれですね。まず最初が、213231、そして312321ですか。もう一つが123123の5と。なんかもうちょっと分かんなくなってきました。ビールが美味しくて、
ートレース側は今日はここまで。そうだよね、3、4だよね。よしよし、2号艇誰だっけ。加藤大ちゃん。佐藤選手が展示でどかへこみしてたのがすげえ気になって、成績がすっかぶるいいんですけど、前半転覆したの覚えてます？佐藤が、うん、全然覚えてないよ俺、過去のレース覚えてないそれが良くないんだよね、多分ね。第10レース選抜戦、あ、佐藤行った。前は21になる、ね、うん、お1、2だ。うわ、インが逃げんのやばい。それはあかん、それはあかん、逃げんのはあかん。野村、逃げる。はい、オッケー。よーし、ビーチゴー。あ、1位、これでいいのか、これでいいのか、これでいいのか、5が守んなきゃダメだ。あー、あかん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 、切れろ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 。血がすげー出てんだ。あー、邪魔だ。よー、いいぞー。お守り炸裂したぞ、久々に。あかん、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 頑張れ、このままで。ごたかめに頼むよ。野村頼む、野村頼む。6でもいいんだもんな、これ。野村じゃない、佐藤だ、佐藤頼む。6でもいい、もっと高くなったよおいおいおい、わけわかんねえぞ、おい。久々に来たぞ、200円だけど。お守り。後ろ3番手、内側から3番手は5番手を3点固まっています。安全運転して、安全運転。2周だから。もう終わりじゃん、もう終わりじゃん。そう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 。そういうことです。一番高いところでしょ。終わりだよ、16号。よっしゃー、よっしゃ。お守り来た。200円の満州。満州なの？マンションだから買ったんです、僕。2番手が5号艇の野村、3番手2号艇佐藤の内側から6号艇の吉田、さかなく3号艇の山田と追走しています。2周の内幕、2番手5号艇の野村、内からくるっと6号艇の吉田、差しハンドルは2号艇の佐藤、3号艇の山田で最後のバックストレッチです。うわー、ナイス。23,000。イエーイ、やったやった。やっぱこうやってさ、お守りが来るんだよ。拍手が出るのってこいつのあれだけなんだよ、どでかいから。これはすごい。やっぱ主田のお守りだよ。2号艇の山本選手がやっぱ抜けてるので、2123で勝っても多分つかねえだろうなと思って。インの本橋選手も今節2回インから走って2回とも1着なんですよ。それを考えると 1,2 も十分ありえるし、インが逃げた時の紐が山本選手ではない可能性も大いにありえるのではと。でもそうするともう 1,3 しかないもんな。多分これじゃガミるんすよ、16倍は。さすがに。まあ予定はこれという感じで今のところ。はい、僕第11レース、僕の予想はこちらです。2,0,1、山本選手の差しがズバッと決まる、まあ、2,1 体型で1マークもあると思うんですよね。で、本橋選手、僕の中で3着の選手のイメージなので、刺されて2,1 体型でいくけど2マークでごちゃっとなって2本には1になるっていう読みです。そこまで考えるのが僕のパターンです。はい、123ボックスの3,1,2,1,2,2,1,3,1,3、これは123とのダブルで取れるように気にしてないです。の、まあ、お守りじゃないけどちょっとトリッキーな買い方、2差し6、2差しみたいな買い方ですね。まあ、意外と向こう手の選手が初日2日目ぐらいまでは悪かったものの、後半ね、ちょっと上げてきているので、6が残ってくれたらそこそこつくぞと、てかまた満州だぞってことで、一応ここも抑えで買っておきたいかなと思います。盛り上げられたらと思います。いや、気持ちいいですね。ちょうどこう風がこうね、寒くもなく暑くもない春の風が流れて、気持ちよくなってきました。さあ、そして第11レース、開幕は、先ほど言った通り2,0,1です。絶対
なさそうな気がするんですけど、まあ、刺した瞬間に本橋選手がどこにいるかですよね。ここに注目しながら見たいと思います。少し買い出しました。2点ほど。やっぱり本橋選手のインディゲ江戸が得意ですからね。本橋選手ね、これを買わなかったらダメ。逆に心のお守りとして僕が買います。でこれ買い方としては125135ですね。川合選手今節悪くないの で配当も見込めるとこなので、松陣も相当買い入れましたね。今日みんな買い出しが半端なくなってきて6の2着付け。あららら、いいですね。寺本選手も江戸川は上手いですからね。荒れてきたら分かりました。この買い出しがお互いどう出るか気になりますね。言った通りです。宣言通り123ボックス、はい、31212付け出しね、21313もうダブルのためにね。で言った通り2346234です。まあこれはもう本当に展開というか流れというか、やっぱりみんな考えることは一緒で、どうしても12か21の目しかもう見えないということで、12前を1000円、それから21前を1000円というふうに買ったんですが、すでに123がもう 6. 点何倍までいってて、それでもそこしか見えないなと思いながら、一応こっちを付け足しで123ボックスを買いました。僕にしては珍しくもう一番人気、庫内の法則も鳥紙嫌うポリシーも全部かなぐり捨ててやってみようとね。負け続けてるのには何か理由があると思うんで、いろいろ試してみようと今頑張っております。ボートレース江戸川、現在南西の風が7メートル前後、川の流れは下げ潮50センチ。すごいな波が。これ、まあ、さっきより明らかにそうですもんね。神ウィンドがキュア台風、セルフキュア台風。いやでも俺そういうの買ってねえんだわ今。位置行っちゃったらしょうがない。ああいやあ喧嘩しそう、喧嘩しそう。これは帽子が飛んだ。怖い怖い怖い。逃げる1号艇の本橋、差しは2号艇の山本。よし当たった。はい。21の3はどこ行ったの？ちょっと待って。3はどこ行ったの？山本アウトコース1号艇の本橋となっています。3はどこ行ったの？ダメ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 。つくんじゃねえか？21号つくんじゃねえか？あ、1、2だった。あ、探し返した。1、2号なるか ?1、2号。全然1、2号ある。ルシービー。1、2号安いんじゃねえか ?2、1、5の方がいいよ。さあ、あるぞ。この風があるぞ。山本で最後のバックストレッチ。あー、ないか。あと1周。4と5どっちが高いの？これ最後だよ。5の方が高いんじゃないですか。これ最後？これ最後2周です、2周。さっき確認してませんか？ボックスがいらなかった。さあせん！うわー！しょうがない。まあ納得よ。いやボックスいらなかった。1221だけでよかったな。一緒に巻く突破争いは内側から2号艇の山本が先制、差し返して1号艇の本橋レフォーメイトを折り返しています。先頭争いマッチレース、インコース1号艇の本橋、アウトコースに2号艇の山本。第10まあはい、うん、ガミってはいない。ガミってない。14本入れてるんで1770円ならプラスです。いやもっとやっぱ削るべきだった。反省。まあこれは優勝戦に当ててなお反省。まさぎせー、頑張れー。だいぶもう出来上がりました。はい、僕の買い目はこちらです。1、2、3、5、6。まあ、もうこれちょっと配当を狙いに行った買い目ですね。
あとは3斉藤仁選手の、まあ、気力は、まあ、中堅上位ぐらいはあると思うので、昨日もいいレースしてたので1号艇で飛んじゃったんですけどね。あとこれはもう応援で桑原選手の差しが決まるときは1と3が喧嘩してる可能性があるんじゃないかなということで、こちらの船券にしました。松潤は何つけてくれたんですか。続きまして優勝戦ですけれども、ここで好きだね。かなり広め24位が獅子人が8位、さあ、3-4-4-3斉藤仁行っての4がついていくパターンと、斉藤仁が行ったけど、膨れての4-3、あとは正光選手と、斉藤仁選手が、張り合った時に一も込みでね喧嘩する場合の膨れてごっつん出しの4-5の普通に刺しての2-1前幕に行っての2-3前で、ここを総トータルで考えて喧嘩した場合の1が抜け切っての残ってる5-1-5-前、まあお守りですよね1-5-前で。ちなみにこれがみりません。まあでもできることなら市場挟んじゃうけど、川原選手にちょっと俺は今回優勝してほしいな、見たい、お願いします。今のレースと同じく1-2-2-1しか見えない感じにはなっております。やはり水面状況、風状況考えるとここが最有力。ただ、やっぱ桑原君応援したいのは山々なんですが、前澤選手の方が1枚上手かなと考えるとインが逃げて、まあ、こういう展開普通にありそうかなというところで、こっちも買いたいなと思っております。はい、最終レース 1-2-5-6 でもう一つが 1-3-5-6、 これも2000円の計4000円。そして、斉藤仁選手からさらに外の5-6、なんだかんだでも5-6で3-5-6前で、そして最後我らが正光選手の、これはもう応援も込みで、僕あの本当はこの選手に市場を挟んで応援船券とか買いたくないんですけど、まあ、差しが決まりそうな感じもあるので、ここは桑原選手の頭で配当、まあ、差し見たくなるのを予想して偶数艇で買いました。2着はまあ、1-2-3のどれかが1着に来れば楽しめます。みんな最近言うでしょ、楽しめる、これがとりあえず先頭で回れば楽しめるっていう、はい、そんな感じで、最終レースは2万円の勝負いきました。あ、差し入れておきます。30点になった。あのお客さんと話してて、6号艇がチルと 1.5 に離れてるからワンチャンあると思うんですよねって言われた時に、なんかそれフラグな気がするなと思って買いました。3-4-4-3-4-5、これ全部言った通りです。その辺は2-1-2-3-1-5、6-1で1-5-6-5-6は、さっき来たから俺の好きな目として買っただけです。28点です。はい、正光応援船券ということで2-1-前、応援してるだけではなくて、まあ、全然あると思って2-1で、本当は2-1も2000にしようかしらと思ったんですけども、今結構ついていたので2-1-前を1000円ずつにしまして、で、それから1-2-5-6、こちらをまあ1000円ずつ買ったと。で、やっぱド本線はこうなっちゃうよなというところで1-2-前を3000円ずついきました。ですので1-2-5-6が来ると4000円ずつ持ってる計算にはなるんですけれども、今日は1-2-2-1どっちかだと思うから、まあ差別あると思うんだよな。2周だけ頑張ればいいんだから、正光、うん、みんなそうですね、頑張るのは2周。そんな元も子もないこと今言ったよね。全員そうですよみたいな、正光だけ2周でいいみたいな。
マサミツ行けー。あら、じいさん、じいじい、コースへ凹んでいます。外の2人がコースアウト、レースは1周1番ゲートも入ります。3コースからまくっていく3号艇の斉藤、内から1号艇の内側、5号艇の橋本、先頭争いは第1号艇となっていきます。3号艇斉藤、内側から2号艇の桑原、5号艇の前沢、さらには6号艇の中島と固まっています。あれよ、まさみつ、ワンちゃん、最初でした。あれ、入っちゃった。一瞬大混戦の先頭争いですが、何これ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 、内側から2号艇の桑原、そして3号艇の斉藤、まさみつ、まさみつ頑張れ。あー、出てない。123はダメ、123はダメ、攻撃した攻撃した。すげー、後方の橋本の内をついて差し上げて、すごい、もうよくわかんない、何が起きてんの。エキサイティング、すごいよエキサイティング、これはいい優勝戦だ。6つっこめ、頑張ってるところ。トップの1号艇の前澤旋回、2番手で攻めてくる、2号艇の1号艇の5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 、ルイスさんが小さい声でここすごい持ってるとこって言った。あ、マサミツ惜しかったけど、これこれはリプレイをね、マサミツの、いや、このレースはすごいよ。 This is ボートレース江戸川ですよ。これ今年の一番のすごかったレースになるかもしれない。よし、よし、うわ、4000持ってるんですか。4000持ってる、素晴らしい。前澤ナイス、ナイス、ナイス、前澤ナイス、ナイス、全然もう今気づいたから、あれ、いたんですかって。さあ、というわけでエドワーナイス、今回は最高の幕切れを迎えることができたんじゃないですか、はい、まあ、ちょいプラスな、ちょいプラス、ちょいプラスで、あ、すごい、2人プラスになったのは珍しいんじゃないですか。久しぶりだ、本当、ちょっと本当に、はい、いい優勝戦、2周であんな展開になるのね。いや、これはもうリプレイ見たいですね。ものすごい江戸が、すごいレースでした、本当に。ナイス、ナイス、素晴らしい。いや、前澤選手、これでも勝った人嬉しいでしょうね、やっぱあんだけの激戦を。そうね、あ、これリプレイ、リプレイ、見たいよ、ちょっと見たい。完全ジンの独壇場ですよ。でも意外にね、これね、うちが残ってる、で、ほら、2になってるように見えるじゃん、すごいよ。で、マサミスが一緒についてって、はい、で、リーチまで見えんだよね。そう、で、リーチ3なんですよ、ここでは。すごいよ、1、2、3とか。で、橋本選手が頑張ってる。多分何錠か使ってます。何錠使ってますよね。よしよしよし、うまいよ。あー、これが15万。収録を一番